こんばんは。宿毛矯正したんです、今日。めっちゃまっすぐなった。わかる？この ここのまっすぐさ。なんかでもね、そう、今日美容院行ってきたんですよ。髪の病院、美容院、ストパーじゃなくて宿毛矯正なの。最初ストパーの予定だ、予定 口が回らん。ストパーの予定だったんですけど、なんかストレートパーマだったら、なんか公演の時とか巻き髪取れちゃうかなと思って宿毛矯正しました。もともとくせ毛な。そうなんです、ちっちゃい頃から実はくせ毛で、真ん中らへんのうねりがすごいんですよ。そんなくるくるってわけではないんですけど。でね、本当は梅雨前ぐらいとかに知っとけばよかったんだけど、ちょっと遅らばせながらやってきた。毛先弱めにかけてもらったから巻き髪とかは大丈夫な感じする。あとで前髪かけてもらったんだけどさ、前髪かけてもらったらなんかちょっとこれ失敗してる気がするんだけど でもこれアイロンかけてないから、アイロンかけたらまだマシになるかもしれない。なんか当て方ちょっと失敗してないとか思ったり思わなかったり、でも声には出さず、そんな感じでね、サラサラにしてきました。明日はね、サステナブルの振り返りがあるからね。これね、服ね、あれです、部屋着なんです。あ、でもちょっとリボン取れてる部屋着なんですよ。ちょっと見えないか。そう、ルームウェアかな。かわいいよね。あんまさ、こういうフリフリ系着ないからさ、ルームウェアだったら着るんですよ 普段はね、なんか普段着だと着ないんだけど。今日はね、ちょっと白にしてみました。明日のお話から参加しますね。おきちゃんとお話しするの2回目だから固まっちゃうかも。おお、私もう初めてオンラインお話し会をきちんとそのやるのは初めてだから楽しみです。もう説明とかね、なんかすごいね、メンバー LINE にね、なんか PDF ファイルで送られてきて、なんかそのオンラインお話し会のやり方みたいな、なんかすごい、ここをこう押して、これを押して、これを押しますみたいな。ほーって覚えるの大変と思って。私さ、機械音痴だからもう怖くて怖くて。そうそう、でも実際にね、なんか説明見ながら説明してもらったんですよ、この間。めっちゃね、なんかね、すごかった。なんかね、どんな感じかって言ったら、まずめっちゃ忘れちゃったんだけど なんかお客さんがスタッフさんとなんか顔の免許証確認みたいなして、でなんか通されるのね。で、私は自分の顔とお客さんが見えてるんですよ。お客さんの顔、なんか本当にテレビ通話みたいな。でもお客さんは自分の顔が見えなくて、私の顔だけらしいって言ってた気がする。で、なんかその
入ってはないんだけど、スタッフさんがそこに見えないんだけど、なんか別のとこから見てるらしくて、なんかちょっとでもなんか暴言みたいなのがあったら、なんか別のルームに移動して会話終了になるみたいな、とかなんかメンバーもなんか押せるみたいな、そういうボタンを、そういう初めて、みたいな、強制終了みたいな。でなんか時間になったら、なんかね時間出てた気がする、ずっとなんか秒数みたいな。だからなんかすぐ分かる、あと何秒みたいな。そうだからね、結構いい感じだった。くちゃんとスタッフは別の場所、多分別の場所だと思う、別の場所だけどなんか同じ画面を見てるみたいな感じ、なんかそういう感じだった。こっちも分かる、多分時間分かると思う、多分ね。そうだから、なんか結構ちゃんとしてるなって思った。会場からお話し会、そうこの家ではやらない、普通に本当に。だから自分のスケジュール的には本当にマジの握手会っていうか、なんならスケジュールっていうか、その日割りが送られてくるんですけど、毎日マネージャーさんからの日割りにも、なんか何時やっけ、10時握手開始みたいな、もう握手って書いてたなんか本当に握手会って感じ自分は。1枚10秒じゃないかな、多分10秒だった気がする。確かになんかオンラインで10秒って難しいよね。今から10秒数えますね。1,2,3,4,5,67,8,9,10、こんぐらい。オンラインの10秒だと、キョドって終わりそう。いやでも初めてだからさ、なんかどっちも気取りそう、なんかでもレアじゃない、逆にどうだろう、なんかさ難しいよね、なんか未知だからさ、スタッフさんとかも多分初めてだろうし、自分も初めてだし、お客さんも初めてだからさ、何かが起こらないってわけじゃなさそうだけど、でも明日はズームじゃないんだけど、昨日の放課後ホームルームはズームだったんですよ、ズームか、ズームだったんですけど、あのね結構ねトラブル多いかもしれん、なんかお客さん、ファンの方の音声が聞こえないみたいな、なんかマイクオフにしてないみたいな人とかも結構いた。だからあれやね、最初に確認するのが一番大事、難しいけど。まあでも久しぶりに
皆さんと話できるってことで楽しみに待ってます。イヤホンマイクでいいかな。イヤホンマイク結構大事かもね。声がめっちゃ聞きやすくなる。私も楽しみにしています。どんな感じなんやろ明日自分10時からかな。なんかスマホスタンドとリングライト買ったって、すごい。リングライトは確かに、でもリングライト自分も買い始めたの今年からやけどね。 YouTube 撮影始めるから買ったけど、今までのショールームはリングライト使ったことなかったかも。なんかね、意外とね、持ってなくても携帯のライトをね、携帯の画面を一番明るくしたら意外といける。意外といけるよ。今は使ってるの、今日は使ってる、今日はリングライト使ってます。光ってる、光らしちゃった。お宅はリングライトいりますか。でも自分が気にするかどうかじゃないですか。リングライトって相手は何も気にしないと思う。だって私がリングライトしてようがしてないだろうが、皆さんは何も気にしないじゃないですか。でも私はなんかリングライトあった方が自分の顔が綺麗だなって思うからリングライトやってるだけで、自分のためって感じです自分が自分の見え方が気になるんだったら購入するのをおすすめします。リングライトの光がメガネに反射しちゃうずらしてみたら、メガネちょっとだけ。楽しみやな。明日の服装買いに行ってきました。久しぶりにね。カチューシャも買ってきた。カチューシャさ、これ買ったんですけどね、なんかちょっと色失敗したかもしれん。なんかめっちゃ可愛いなと思って買ったんですよ、これ H&M で。でもね、なんかね、これ黒やんって思って、黒布にこれだからさ、私黒髪だからさ、なんか目立たんかもてか見えないかもって思って、その画面によるんだけど、なんか見えなさそう。でもあれだから、普段の握手会通りにあの写真撮るからそれに写ってればいいかな。いや、帽子とかもしかしたら見えないのかもしれん。
楽しみにしてます。サステナブル懐かしい。あれっきりこれっきりそんなのふん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 。他の時でも全然無謀な夢でも思い出せる恋をしようでも何でもお待ちしてます。楽しみにしてます。台風大丈夫？台風来るのかな広島。どうなんだろう。なんか今日若干歩いてる時ちょっといつもよりは風強いなって思ったけど。なんか。でも今回大きいなんか九州なんか九州のバスがなんか運行中止になったのがすごいみたいな、なんか九州のバスどんな時でも走ってるからすごいみたいなツイッターで見た気がする。なんか川もう本当に川氾濫してるくないぐらい、なんか本当にもう人の膝上ぐらいまで、なんか膝ぐらいまで雨が溜まってる中を走るバスの動画なんかバズっててびっくりした。すごい。そのバスが運行中止にするぐらいやばい台風みたいな。やばいやん。でもさ、なんか養生テープがさトレンド入りしててさ、ツイッターでね、なんか養生テープちょっとトレンド入りしてる、台風だからかなと思って見たらさ、養生テープがさめっちゃ転売に出されてる今。でもさ今転売に出してもさ買う人いなくないと思って今買ってもだって届かなくないと思うんだけど、台風だから。まあ私でもね、なんかすごいよね、なんかみんな同じもの一気に買うからさ、ホットケーキミックスの粉が売り切れてた時私はちょっとびっくりしたんよね。なんかこういうことかって思った。なんか石油がさなくな、なんだっけ、昭和でさあったやつ、石油取れなくなるからトイレットペーパーが作れないみたいな時にさ、トイレットペーパーがめっちゃなくなったみたいな、なんかそういうのもさあったじゃん。なんか広島もさトイレットペーパーなくなったりさ、ホットケーキミックスなくなったりさ、なんか私すごい初めて経験するの、生きてきてそういうことって。マスクもそうだけど、なんかびっくりしたへーってなった。でももうホットケーキの粉は売ってるし、マスクも売ってるし、なんか物がなくなることってあんまないのかなって思う、なんだかんだ言って。
そうそうそう、買いだめ禁止。禁止や。ぜひね、うちやばい養生テープないって人はね、 STU のあの萩原工業さんとの養生テープ、ちょっともったいないかもしれないんですけど、ぜひ使ってください。あれを使う機会が来てしまったようだ。最終手段ね、最終手段。近所におたばれ、確かに。でも出ないよ、そんな台風の時期に外ね。今日めっちゃメール送ったって言われるけど、なんかそうだったんだって思った。なんかメールの数数えてない今日。なんか普通にいつも5通送れたらいいかなって感じで数えてるんだけど、今日何通送った。そんなショールームのコメントで言われるぐらい送った覚えもないんだけど、どうなんだろう。7つ。あらあらら、今日7つ送ったの。なんか自分で全然意識してなかった。なんでだろう。でも今日めっちゃ焦ってた。なんかいろいろとすごい焦ってて、なんか特に何もないのに焦って、あやばいブログ書かなきゃとか、あやばい通話動画作らなきゃとか、やばい美容院行かなきゃみたいな。起きたのがお昼ぐらいだったから、なんかその残された時間でやることのタイムリミットを考えてて、やばい握手会の服買いに行かなきゃみたいな。なんかすごい焦ってた。謎に休みの日なのに焦ってました。だからなんかメール送ってないと思って送っちゃったのかも。送ってるけど送ってないと思って送っちゃったのかもしれない。そう、休みの日だった。まあ、日本のお決まりでね、ご飯に行こうみたいな話してるんだけどさ、なんか今日舞ちゃんから来て、いつ行くって今まひなさんと話してるよみたいな来て、いつでもいいよって言ったんですよ。じゃあみんないつでもいいって言ってるみたいな。なんか私は明日が休みの日か、夕方っていうか、そのお昼以降の用事だったらいつでもいいよって思ったけど、でも仕切る人が誰もいなくて、そういえばこの4人の中で。だから決まってない結局。仕切り不在。私もちょっとこのダンサーに明日聞いてみようかな。なんか直接話せばいいやってなっちゃう。もう LINE で話さなくても。おきちゃんが仕切り役。私ね、仕切ろうと思えば仕切れるかもしれないんだけど、なんかでもちょっとなんか話し合いには参加するけど、ちょっと仕切りしんどいかも。あんま慣れてないから。予約とかは全然取れるよ自分。取れるんだけど、その他のなんかメンバーに対して言うのがちょっと。ホモタンさん、ホモタンさんはね、なんだろう、うち何でもいいよ、いつでも行けるみたいな感じ。
NG ない。楽しみ。でも4人で行こう行こうって言って全然行ってない。この4人の会話めっちゃなんかあんまり4人ですごい一緒にいるってわけじゃないんですよ。でもなんか個人個人が仲良しって感じ。あんま話さないよね。だって真帆のお決まりの話とかなんかね、私は真帆のの話をほのたんさんから聞くのがめっちゃ好きなんですよ。だから、まあ、ほのたんさんと普通に個人的にめちゃくちゃ仲良くて、ほのたんさんと一緒になるじゃないですか。したらほのたんさんみたいな、なんかその昨日まひなさんと一緒にいましたかって絶対聞く。まひなさん、まひほのの話を聞くのがめっちゃ好きで、まあよ、まあ、ショールームのコラボ配信とかでもめっちゃ聞いたりしたんですけど、ああいう感じ、普段昨日一緒にいましたかとかそういう話を聞いて、まひなさん交えてまひほのの話とかも聞く。まひなさんと二人ではなんか緩やかな会話をしてる気がする。まいちゃんはまひなさんと二人で話してるかも。まひなさんとなんか意外と仲良しっていうか、結構初期の方から二人で映画見に行ったりとか、四国の仕事で二人だけで一緒とかあって、で私はほのたんさんとまいちゃんの絡みがめっちゃ好きで、なんかほのたんさんはなんかまいちゃんがうちのこと話しにくいと思ってると思うみたいな感じで思ってるんですよ。でまいちゃんはなんかえそんなことないですよねみたいな感じ、え仲いいですよねみたいな、なんかちょっと面白いんですよ、ほのたんさんとまいちゃんの会話。なんか意外となんかほのたんさんの方がちょっと気使ってるって感じ。でも別にすんごい気まずいってわけではないです。普通に話すけど、なんかちょっとほのたんさんがちょっとなんか面白い、なんかなんか優しいほのたんさんが優しい。まいちゃん人見知り発揮、いや全然人見知り発揮してないかも。なんかほのたんさんにはしてない別に。なんかでも面白いんですよ。なんか事務所とかに朝集合の時とか、なんかこうまあやばいみたいな時あるじゃないですか。やばいちょっと あと何分で集合時間みたいな、パパパって走らなきゃいけない時とかあるじゃないですか。そういう時になんかこうほのたん、なんかまいちゃんの方が先に走ってて、ほのたんさんが後ろでこう走ってるみたいな、でなんかまいちゃんがちょっとチラッて振り返って、あおはようございますみたいな、でも走っててなんかもうでも一緒にはいかないみたいな、この距離を保っていくみたいななんか面白い。なんかすごいちょっとじわるなって思うって話をなんか聞いて、あめっちゃ面白いなと思って、そんなねお決まりとまひほのでご飯行きたいんですよ早く。どっちから聞いた、なんかまいちゃんとほのたんさんと話してて3人で話してる時に聞いた、え仲いいんですか2人って言ったら、なんか仲いいよねみたいな感じ。私ほのたんさんのなんかちょっと若干人見知り、多分人見知りすぎないってわけじゃないけど、若干人見知りな状態の人と喋ってる時のほのたんさんがめっちゃ好きで
めっちゃね見ちゃう。なんかこの間、まあ、結構前からあのほのたんさんと2期生の話するときに、だから私みたいな後輩がいるんですよみたいな、2期にって言って、なんかヤヨちゃんが私っぽいんですよみたいな話をしてて、なんか中平ヤヨちゃん喋ったことないって言ってたんですよ、ほのたんさんが。じゃあ今度紹介しますねって言って、この間のそのホースのね振り返りライブの時にヤヨちゃん連れてほのたんさんにね行ったんですよ。ほのたんさんって呼んで、ね、この子ヤヨちゃんですみたいな。そのほのたんさんがなんかめっちゃちょっとよそよそしくて、すごいなんかうんみたいな、なんか目が合わないんですよヤヨちゃんと。なんかヤヨちゃんですみたいな、あーヤヨちゃんわかるよみたいな、なんかこうなんかちょっと違うとこ見てるんですよずっと。でなんかまあ広島トークとかしてて2人で、そう、ほのたんさん意外と人見知りな気がする。でも写真撮ってましたその後2人で。そうでもほのたんさんが普通普段通りに接してるのユリニャぐらいかもしれない、あの南。ユリニャにはマジでいつものほのたんさん。ほのたんさんとヤヨちゃんの会話なんか広島の話してた、なんか普通に地元トーク地元トークしてました、うん、いやいやの子、そういやいや、ユリにはおもろい面白い、ユリにはなんか面白いことしてないのに面白い。なんか不思議な子よね。いや、メンバーと話すの楽しいよね。さやかりんがの、さやかりん、さやかりんはなんか普通に何話したの、なんかちょっとなんかさやかりんはもともとめっちゃ顔が好きで、自分なんか可愛い子めっちゃ好きなんですよ顔が。さやかりんめっちゃ可愛いってずっと思ってたけど話したことなくて、この間メイク中隣だったから話して、さやかりんはなんか面白い、まだそんなに喋ってない。なんかさやかりんとなんかまあちょっといろいろ話した後になんかリコチと喋ってたんですよ。その後なんか普通に喋ってたというか、リコチがなんかリコチが来て隣に来てリコチと喋ってたらさやかりんも来て、なんかリコチとさやかりんの3人で喋ってて、え、なんか2人仲いいのみたいな話をしてたら、なんか意外なつながりがあってさやかりんとリコチに、なんかずっとさやかりんとリコチの話を聞いてたから、なんかさやかりんのことをなんか聞いたとかリコチのことを聞いたっていうより、さやかりんとリコチの2人の関係のことを聞いたずっとうん、面白い、2人とも面白い、なんか別のベクトルで面白い気がする。リコちゃん話しやすいって言ってた私のことでもリコちゃんが来る、私からリコちゃんにそんなに話せたことないけどリコちゃんが来てもうリコちゃんすごい喋るおつっこり、ありっこり。
チすごいよ。私は初めて見たリコチのような人、今まで生きてきた中で。そう、初めて見た。面白い。いいよね。なんかすごいキャラの宝庫って感じ。STU。なんかほのたんさんとコラボしたい。今度また喋りたい。なんかほのたんさんは私とのさコラボ配信めっちゃ好きすぎてさ YouTube で見てるって言ってた。どういうことって思って見返してるみたいな。自分の当事者が見るって思うんやけど。カキ師匠。本当に面白いよ。なんかさ、朝めっちゃ今日ほのたんさんの話してるね。なんかね、この間ホテル同室だったんですよ。でなんか私本当になんかもう眠いって、夜に何もしないんですよ私って。寝ることしかしなくて、私って基本化粧を落とすのも朝だしお風呂を入るのも朝なんですよ。全部もう眠い時は夜にできないタイプで、だからもうショールーム終わった後すぐ寝たんですよ、何もせず。ほのたんなんかその眠いながらもなんかちょっと意識はあるんですよ。したらほのたんさんはちゃんとメイクを落としてお風呂に入ってて、でなんか服を着てなかったんですよずっと。で私はなんかすごい眠くて眠いけど、なんかほのたんさん服着てないんですかって言ったんですよ多分。したらお起きとったんじゃんみたいな会話をした記憶があるんですよ。でそれがずっと頭の中にあって、で起きて、いや全裸じゃなかったんですけど、なんかお風呂上がりなのか前なのか分かんないんですけど、なんかすごい記憶があって夢かなって思ったんですよ。でも朝聞いたら夢じゃなかったんですね。でも全然覚えてない。もうなんかすごい意識朦朧で、モタンさんはめっちゃなんか眠りが、でも本人的にはめっちゃ寝てるつもりらしいんですけど、なんかめっちゃ眠りが浅くて、私が起きてお風呂入ろうとしたらおはようみたいな、なんか普通に起き上がって声かけてきて、携帯触り始めて、なんかずっと携帯触ってたんですよ。でなんか私がお風呂から上がったらずっとなんかリモコンでテレビがつかんとか言ってて、つけてみたいな感じになってリモコンでテレビつけて、起きてたんですかって言ったら、いやずっと寝とったみたいな言われて、いや私におはようって言ったの覚えてますだけど、え言ってないよ寝とったみたいな、えって思って無意識みたいな。でもね、なんか寝起き不機嫌じゃない、全然なんか普通にいい人って感じ。今から思い出せる声をしよう流すわって言って、朝から大きい音で思い出せる声をしよう流して、これ聞いたら起きるみたいな。朝6時半ぐらいに、うん、すごいね、同室にめちゃくちゃいいなと思いました。なんか朝強くて夜もちゃんと寝て、うん、楽しかったです。結構ね、もうほとんどのメンバーと同室になったことあると思います。多分自分まだないメンバーも結構いるかもしれないけど、なんか前にカウントダウン TV の日はなんかみゆみゆさんと同室だったんですけど、それは変わってもらったんですよ。なんでかって言ったら、私アリちゃんさんと同室だったんですよ。で峰吉沖同室って言われて、みたいな、
びっくりして、ハリちゃんさん初めてだと思って。でもなんかその時もマリーナさんもいたから、なんかかわいそうだなと思って、マリーナさんに代わってあげようって、仲いいし普通に、マリーナさん代わりましょうかって言って部屋変わって、でそのマリーナさんどういう人がみゆみゆさんだったから、みゆみゆさんと変わったんですよ。みゆみゆさんと一緒だったんですけど、あの日もしマリーナさん、マリーナさんじゃなくてアリちゃんさんと一緒に泊まってたらどんな感じだったんだろうって思います。めっちゃ気になる、なんか楽しそうめっちゃ楽しそうだけど気になる。みゆみゆさんとひなさんと、でも2回以上なったことあるのはまいちゃん、みゆみゆさん、ひなさん、あかりんさん、そらはとかかな。うん、あと千穂さんとか、そうかも。あとは1回ずつとかかもしれない。ユミリンさんはある、博多座の時とか一緒だった。みちゅさんは2人はないかも。3人部屋とかはあったけど意外と2人ないかも。コッコさんもない。うん、あでも意外とないかも。うん、たまにね、なんか4人部屋とかあるんですよ。あのなんかすごい本当に入って1年目ぐらいの時になんかディズニーの近くのホテルに泊まったことがあって、もうその時4人部屋だったんですけど、もうめっちゃ騒がしかったです。なんか修学旅行みたいな。でもなんか4人部屋ってなんかええってなりそうじゃないですか。でもねホテルが綺麗すぎてね、ええってかならなかった。もう上がりに上がった、上がりまくりでした。修学旅行、部屋割りの法則は大体はでも私はまいちゃんとなります。なんか本当になんかいつものメンツみたいなのがいます。大体仲良しメンバーになる感じになやってくれるし、でもなんかこの子は次の日も東京で仕事だけど、この人は広島に戻りってなったら広島で戻る組と東京に残る組で別れたりとかする。うん、まあでも普通に遊びに行ったりとかもします、他のとこに。楽しそうだね。そう楽しい。なんかさ、なんか名前、なんか東京とか行く時ってなんか自分じゃない名前使うんですよ。なんか予約する時とか、なんかお食事行く時とかさ、なんかさやりません？なんかサイゼとかさ予約する時したらさ、呼ばれた時分からなくなりません？誰？ってなります。
誰やみたいななりません？自分やったみたいな。ゆらちゃんがしてたやつ。あ、そう、ゆらちゃんね。ゆらちゃんは私の名前で撮るからね。ゆらはなんか目立つからって言って。くま、ありがとうございます。くまさん、奥さんは誰の名前使うの？でも、なんかね、混んでるとこに行かないかも、そもそも。なんかすぐ入れるところに行くから、もうここ1年使ったことない。中村と沖で沖村は昔使ってたけど、最近はもう全然。今度から杉本優香にしようかな。杉本様、最地のお嫁さん。10時48分、11時になったら終わります。 YouTube さ、投稿されたんですよ。言うの忘れてた。四国の皆さん、ぜひ見てください。学力テストやってます、四国の。ちょっとね、まだ面白い、意外と難しかったんよ、四国の問題。なんかすごいさ、珍解答集みたいになってるけどさ、本当に問題が難しかったんや。難しかったんですよ。もっと勉強しようなって思いました、四国のこと。初めてリモートじゃない収録して、みんなで集まって撮って、結構もう1日でめっちゃため撮りしたんですよ。だからあれが先なんだと思った。クマ、ありがとうございます。なんかもうあれはね、4番目ぐらいに撮ったやつなの、あの学力テスト。だからこれが1番目に来るんだと思って、びっくりした。めっちゃ撮った、もうなんか7つぐらい撮った気がする。楽しみにしててください、これからも。7本ぐらい多分撮った。お楽しみです。めっちゃ撮ったから楽しみにしててください。でもね、なんか私もちょっと、いや本当は今日買いに行く予定だったんだけど、ちょっと初回限定版を買ってね、投票応募券をね貼る配信をねやりたいなと思います。今日ねちょっと行けなくて、美容院の時間がね思った以上に長くなっちゃって、なんか
けなかったんですけど、ちょっとね分かりやすくできたらいいなと思います。きらびやかな応募券ね、なんかめちゃ真っ赤なキラキラだったよね、びっくりした。ワイもね買って自分に投票してみようと思います。くしゃみ出てあーくしゃみ出たった出たったって言っちゃった、くしゃみ出ちゃった。あ、売り切れてた？じゃあ街はもう売り切れてるのかもね、ちょっと調べてから行かなきゃ。なんでね、投票配信するときはまたちょっと言おうと思います。いやもうやばいね、今回1ヶ月毎日もやもやしながらまあでもみんなそうか、みんな同じ状態か。頑張ろう。今日からね、その土日でおきちゃんと通話なうっていう動画をねツイッターの方に今月は土日上げていこうと思うので、明日も上がりますのでよろしくお願いします。楽しんでもらえたらなと、この1ヶ月。あれね、意外と簡単に作れますからね、ちょっと時間さえあれば全然無理とかじゃないので、土曜日日曜日楽しみにしててくださいふふ全部つながってる感じ。いや、なんかいろんなシチュエーションとかで書いていけたらなって感じです。台本はないですね、一発です。なんか今日ねちょっと失敗しちゃったよね、尺の中に収められなくてね、バイバイがさ、もうなんか電話切ってるのにバイバイの声がするみたいなちょっと状態になってしまってね。なんかでもリアル感大切にしてるからもう一発なんですよなんとなくまあこういう感じかな、よし一発みたいな感じでやってるんだけど、ちょっと尺がね、あれアフレコなんでね、ちょっと大変なんですよぜひね、そのちょっとねこの1ヶ月なんか楽しみが増えたらなって思います。まあ他にももっといろんなことをね考えていけたらと思っております。ぜひね投票よろしくお願いしますじゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位が平行さん、12位が中澤さん、11位が赤いテレキャスさん、10位が七瀬さん、9位がパパパンダさん、8位がトニさん、7位が市下さん、6位が台湾中心さん、5位がトートーさん、4位が総流さんでした。13位から読みの皆さんありがとうございました。そして3位が一ノ瀬京太郎さん、2位が小葉茶さん、1位がまっちゃん2号さんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さんありがとうございました。ということでね、まあぜひこれからもなあちゃんがインスタにお決まり載せてるそうなの、そう、奈々さん
そう、なんか奈々さんと一昨日ぐらいからずっと LINE してて、話してるんですよ、お決まりとユーナーさんのことを。でなんかこう なんかすごい奈々さんのユイリーさんに対する愛情の伝え方と自分の舞ちゃんに対する愛情の伝え方がなんか似てるみたいな感じで、なんかそのすごい話聞いてもらったり、話を聞いたりしています で、なんか分かるみたいな感じで。仕事の悩み相談かと思った。今全然なんか全然違う、普通にプライベートの話してる そう、あのね、なんかセルフ MV のなんかメンバーが撮ったセルフ MV のフルバージョンがモバイルサイトで見れるんですけど、それにね、一番最後にね、なんかもうほんとめっちゃ0.1もあるかないかのカットでね、写真がブワーって切り替わっていくんですけど、そのね、1枚の写真の中にお決まりの写真が入ってて、ね、寝てる写真なんだけど、それを撮ったのも奈々さん、奈々さんが撮ってた。休憩中に、あれはね、1日目ね、なんか2日間撮影日があったんだけど、1日目に大雨降ってダンスシーンなくなって、なんかイメージシーンを撮るってなったんだけど、なんかイメージシーン一番最後に撮るよって言われてたんよ。でも日が落ちちゃって、ずーっともうね5時間以上待ってたんだけど、私とね、みゆみゆさんとあかりんさんとまいちゃんはね、なんか日が落ちちゃったから結局1日目何もしなかった。もう衣装を着て自撮りしただけだったんですよ で、ずっと寝てて、その寝てる時の写真です。もう普通に爆睡してます 2日目に全部撮りました、自分らは。だからそう、ただただね、あ、でも生写真撮ったかな。でもね、私の髪型、 MV の髪型ってさ、結構複雑な髪型なんよね。だからさ、なんか1日目の方がちょっと出来がよくってさ、ちょっとそれでダンスシーン撮りたかったなって気持ちはあるんだけど、まあまあいっかって感じ、別に って感じで、今日も見てくださってありがとうございます。ぜひね、明日のサステナブルのお話し会楽しみにしていますし、6枚目シングルのカップリング投票の方も本当になんかもう宣伝ばっかりになりそうなんですけど、申し訳ない。でもハッシュタグで検索して自分もちょっと読んだりしてるので、ぜひぜひつぶやいてみてください。ありがとうございます、本当に応援。まだ始まったばかりですけど、2日目ですけど、これからもあと28日頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとう。では、明日お待ちしてます。楽しみに。おやすみ。バイバーイ。3、2、1。おやぽみー。